双葉町情報 FM いわき発、この番組は双葉町の皆さんへ情報やメッセージをお届けする番組です。双葉町役場からの最新の情報はもちろん、双葉町民からのメッセージなどお役立ち情報とともに双葉の今の声をお届けします。それでは今日のこの時間は双葉町教育長立下明夫さんにお話を伺います。立下さん、こんにちは。こんにちは、どうもご無沙汰しておりました。こちらこそよろしくお願いいたします。今年は本当に大変な年でしたね。そうですね、もうどの場面に行っても一番最初の挨拶がね、そうですね、この新型コロナウイルスのうんぬんうんぬんっていう話ばっかりでしたもん ね、 本当ね。この新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、はい、もう中止になってしまった教育系のイベントとか、うん、本当に多かったんじゃないですか。そうですね、本当に残念ながら、ね、多かったと思います。はいはい、例えばみんなが楽しみにしていた、うん、集まれ双葉っ子も中止になってしまったんですね。そうですね、これも以前からちょっとね、いろいろなあの町民の方にあの問い合わせあったりしてお話はしておったんですが、はい、まあ、あの当然の国、あの文科省ですね、はい、からとか福島県からのこの新型コロナ感染症拡大防止対策っていう、まあ、ガイドラインがこう出されておりますので、はい、それに照らし合わせながらこう進めておって、どのようにすれば実施可能かというか、まあ、あの延期も含めてですね、そんな感じでこう進めておったところですけれども、いかんせんこの集まれ双葉っ子も含め、まあ後からのスポーツフェスティバルの話題にもなるかもしれませんが、その参加募集を案内する時期が、例えばそのこの何月何日に実施予定って言った時に、やっぱり2ヶ月前ぐらいにこう進めないと準備ができないんですよね。そうなんですよね。そうするとその2ヶ月前ぐらいっていうと、ちょうどまた全国で、まあ、感染が拡大されたりとか、すごくこう心配な状況がある中で、この参加募集の案内をこの発送するのが本当にいいんだろうかというか、難しいですよね。いろいろ感情的なものでね、やっぱりみんな町民の方は子どもたちも行きたいと思いながら、こんなに全国でね、あの心配な報道ばっかりされてる中で、ぜひ参加してくださいっていう募集の案内をしていいかどうかというか、まあ、そういったものも含めましてですが、まあ、いろいろな意味で本当は悪条件が重なってしまって、あの1週間前ぐらいにこうやって話をしている話ではないので、そうですね、そして先のこう見通せも立て、ね、あの見通せが、あの立たないというようなね、見通せないというような状況がありましたもんですから、はい、もう2回ぐらいあれですね、集まり双葉っ子は実は、あの延期のこの期日を、なんとかして伸ばしてって感じだったんですけどね、でも最後最後最終的にはもう中止せざるを得なかったというような結果で、もう致し方ないですもんね、そうなんですよね。スポーツフェスティバルも中止になったんですよね、結局これもそうでした、もうやっぱりこれ もう県内外からあのみんな町民の方集まっていただきますので、はい、まあ、そうそう町の方であのバスとかなんかをね、まあ、あの自家用車でいらっしゃる方もいるんですが、はい、あのバスを利用する方ということで数台、あの何台も4台か5台ぐらいだったでしょうか、コースに分けて準備するんですが、またそれに乗ってくるってなると、このまた3密の関係で、どうなもんだっていうことになり、なかなかその、あの集まっていただけるその手段がね、なかなか取れない部分もあったりとか、あといざ集まったとしても、そのスポーツですから、やっぱりものみんなで離れてやれるわけではないですもん ね、 あのね、ものばかりではないので、まあ、でもそれもあの競技の内容もぐっと種目も実は減らしたり、あと内容っていうかルールですよね、あの競技のルールなんかも、これならばなんとか3密というか対策としてはできるんじゃないかなということで、スポーツ推進の方々と何回も協議して進めておりましたけども、やっぱり最終はやっぱりもう感染リスクゼロにはならないんだったらば、これ厳しいよね、難しいよねということになり、
まあ、スポーツも、ね、これもやっぱり中止という方向でね、はい、でもあの、うん、町民の皆さんの発表の場、例えば文化展だったり、はい、それから芸能祭、はい、それから民族芸能の発表会、はい、というその芸能の発表っていうものもなかなか発表の場を作ってあげることもできなくなりましたよね。そうなんですよね、うん、まあ、もう本当にもちろんもう昨年度までこういろいろ地域の方に、いわきはもちろん、なこそとかね、はい、あとは双子町としてあの郡山のビッグアイっていうところを、はい、あのお借りしてやってたんですが、はい、どうしてもその地域のところでも地域でもやろうとしているものはもうそちらで検討して中止ってなったところに、うん、双子町だけやりますっていうわけにいかなくて、ね、ね、結局そういうことでもう一緒に泣く泣く中止っていうかね、うん、そういうふうに進んできたところもありますね、本当 ね。でもこの新型コロナの対策を取りながら、はい、ちょっと縮小して、うん、規模を縮小して、うん、オンラインとかでね開催したイベントもあるんですよね。はい、はい、そうですね、うん、はい、これは、まあ、あの学校の中でね、はい、町立学校の方でこう進めておったところでありますけれども、はい、まあ、一番あの10月24日土曜日でしたけども、うん、あの仙壇祭ということで、はい、うん、もうこれの、文化祭あの要所中全部でねやるやつですけれども、これも、まあ、もちろん規模縮小というのはあの来賓の方々とかね、あと保護者の方にも、本来は家族おじいちゃんおばあちゃんとかみんなでなんていうのも今まではあったんですが、はい、うん、あの申し訳ないけども家族でもということでちょっと縮小させていただいて、ただあのオンラインかな、まあ、リモートというか、はい、そういう形で、保護者あと子どもたち学年もこう区切って、はい、あの入れ替え制というんですかね、はい、そんな風にあの学校の方でちょっとできる限りの工夫をしながら、だからあのいつものように体育館でステージ発表するのはその学年、そしてその、はい、あの お父さんお母さんたちですね、保護者たちがこう見ていただいて、そして他の子どもたちはあと保護者の方はどうするんだったら、うん、あの他の控え室の方をこういくつか用意してまして、なるほど、そちらに、うん、うん、あのオンラインで、テレビ画面で見ていただいて、モニターでそこで見てると、はい、うん、そんな風にして入れ替え制でね、あのやらさせてもらいましたが、まあ、それはそれで、うん、うん、あのまあ、一つの ICT 機器を使った形でね、うん、うん、よかったかなと思いました。あの双葉町の学校はね早いですからね、うん、この ICT の教育に関してはね、まあ、ね、だからすごく、うん、人数が少なかった分、うんうん、早めにそういったものは、うん、準備できたし構築できたということは確かにあると思いますし、うん、以前にちょっとお話ししました かもしれませんけど、はい、あの学習もね、オンライン学習で、うん、私の記憶だと4月20日から早い小学校中学校とも、うん、あの例のね全国的に一斉休校になった時あったと思いますが、はい、福島県内も本当いろいろ大変で、大きな学校さんとか大きな自治体は大変だったと思いますがね、はい、うん、でも最先端を言ってますよ本当に。いやいや、我々は、まあ、ちょっとオンラインでということで、うん、タブレットをね全員に持たせてして、家庭での、あの Wi-Fi 環境とかそういったものを調べながら、うん、でも本当早めにできて、できましたよね、あの双方向でできるというのは最高ですね。最高ですね。まあ、元々やってたことでもあるから余計ね着手が早かったっていうのもね良かったと思いますけどね、はいはい、まあ、そんな形で、うん、進んできたところもありますが、なんか来年こそはね、うん、もっといろいろできるといいですね。いや本当ぜひね、うん、まあでもまあ、なんだろう、ゼロっていうかそういうわけにいかないんでしょうから、まあよく言葉ね、新しい生活様式とかウィズコロナなんていう言い方をしますが、まあそんなところで、まあまた先も申し上げましたように、まあ文科省、国から、あとは県からのあのガイドラインもその状況に応じてやっぱりこう修正してきてますので、うん、まあ要するにできるだけこういうことまではできるよとか、うん、これはやっぱり感染リスク高いよということで、うんうんうん、だんだんこう知見がこう分かってきてますのでね、はい、だそれに合わせて、うん、あの学校行事と、まあ、もちろんと町の行事ともやれるようにということでね、うん、進めていかなくちゃいけないなというふうに思ってます。子どもたちの安全を守りながら、はい、素晴らしい教育を、ね、これからもお願いいたします、はい、最後にですね、あの北小の母子像について今日教えていただけるということで、はい、私も、うん、大変驚いたというか本当にありがたい話だったんですが、うん、お話ししてみると、実は今年の、まあ、令和2年の、ね、はい、4月ぐらいに実は、ね、それを予定しようと思っていたらしいんです、はい、ところがこの本当にコロナで、はい、うん、まあ、東京在住の方だったんですけども、はい、だからコロナでこちらにはこう伺えないというようなこともあって、うん、もう今になってしまいましたということでしたが、うん、これも10月の28日でした、はい、母子像の制作である、あの小屋の雅子さん、小さい谷の野って書いてね、小屋の雅子さんという方なんですが、はい、ちなみにこれはね1959年、はい、昭和でいうと34年の7月3日に建立であります、はい、はい、
何を隠そう私が生まれた年なんですがっていうと年齢が分かってしまいますけどいや本当昭和34年生まれなもんですから私も、はい、で北小私もあの母校ですので、はい、本当にこの母子像はね毎日あの本当に登下校あのそこ通らないと、うん、母子像のところを通らないと、うん、あの登下校っていうかね学校にあるんですから、はい、もう本当に毎日見てたものでした、うん、でその制作者にお会いできるなんていうのは本当に私も光栄で、うん、本当にありがたかったなと思いました。うん本当ですね、うん、で大事にしていきたいですよねこういう交流も、ね、含めてですけれども ね、まあはい、大変やっぱり、まあ、もちろんあのこの方はあのあれです東京芸術大学あの出て学生で卒業してぐらいですから、はいうん、あのお話聞いたら24歳ぐらいだったということをお話聞きました、はいはい、ちょうどそのお父さんが、うん、ちょうど双葉北小学校の校長先生だった方なんですよ、うん、なるほどそういう、うん、あの流れもあって、うん、ぜひじゃああのそのこの学校にそういったなんか一つのこうモニュメントというかね、うん、そういったものということでこの母子像ということで母はあのお母さんは必ず子供をこう守るということでね、うん、あの子供をこう抱いた姿なんですが本当にいいですよね、うんうん、教育長も守る立場ですので同じですね確かにそうなんですが、うんまはい、そんな形でね、これだけ時間も経ってるしましてあの震災から10年ということで、まあ、何でしょうね雨風に打たれてそのままなんでしょうから、はい、今までは私の記憶ではねあの PTA のなんかあの放射作業ってあるじゃないですか、うんはいはいはい、そういった時にあのお父さんお母さんたちがそれをねちょっときれいにしたのをあのこう水洗いしたりとか、うん、たりそんなことをしてたのを覚えてます、うん、だからそれを定期的にやってたんでしょうけどそれがもう叶わなくできなかったので、うん、あとは自然風化というかそれもありますからそういったものをこう修正したいっていうような思いがあって、うんうん、あの申し出があって、はい、そしていらしていただいたんですが、はいうん、本当に今後もねそういった形で継続してつながっていきたいなというふうに考えております。はい、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。そしてまた来年もねこの番組にもご出演ください、うん、そうですね、はいうん、ぜひまたあのいろんな意味で明るい話題をね、そうですね、あの皆さんにこうお届けできるようにしたいと思います。よろしくお願いします、まあうん、ただ今年は本当に皆さんが大変だったんですので、うんうん、いろいろな みんなでこう情報を共有しながら、はいうん、こんな風にするといいよということでね、うん、みんなに教えていただきながら進めてまいりたいと思いますので、はい、はい、子どもたちのことどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの良いお年をお迎えください。良いお年をお迎えください。はい、ありがとうございました。今日は双葉町教育長の立下明夫さんでした。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。双葉町情報 FM いわき発、この番組は双葉町民の皆さんへ双葉町の情報を FM いわきからお届けしました。